こんにちは、サードラです。今回はご質問いただく機会が多かった、こちらのクシャルダオラのライトボガンですね。このライトボガンっていうのが、他のライトボガンとね、ちょっとまあ反動軽減の仕様が違ったりしますので、それについてのご紹介と、以上の仕様を踏まえた上で、どの構成で組むのが一番期待値が高くなるのか、あとは今後どういう風にね、環境が変われば反動想定のね、必要数が変わってくるのかっていうのと、以上のことを踏まえて、結果ね、どの構成が一番期待値が高くなるのかっていうのと、まあそもそもね、クシャルダオラのライト ライトボガンを作るべきなのかっていうのについてもお話をさせていただこうかなと思います早速本題に入っていくんですがこちらですねクシャルダオラライト検証っていうことで、まあ、検証結果であったりあと結果とかねそういったのも全部まとめていましてまずクシャルダオラのライトボガンの特徴から見ていくんですが打てる断種っていうのが氷結弾を5発貫通氷結弾を4発残裂氷結弾を3発の順番で打つことができるライトボガンとなっていまして この弾の組み合わせとしては、リオレースのライトボガンと一緒ですね。リオレースのライトボガンも火炎弾を5発打って、貫通火炎弾を4発、で残裂火炎弾を3発撃つことができますので、弾種の組み合わせ自体はレウスのライトと一緒となっています。ただ、他のライトボガンと違うところが、この赤いところですね、っていうのが、左側が弾の反動、右側にリロードの速さっていうのを入れているんですけども、これが通常のライトボガンっていうのは、属性弾が反動が中で設定されています。 それに対してクシャルダウラのライトボガンは小でね設定されていますので1段階ね低い反動で撃つことができますで貫通弾に関しても同様で通常は台で反動が設定されているものが中で設定されていますので、まあ、これも通常のライトボガンに比べて反動1段階低くね撃つことができるっていうのがクシャルダウラのねライトボガンの特徴となっていますで残裂氷結弾に関しては他のライトボガンと同様で特大となっていますのでこれはね他と変わらないですね でここが変わるとどうなってくるかっていうと、まあ、例えば属性弾で見ていくんですが反動が中の場合っていうのは反動軽減の必要レベルっていうのはレベル1になっていますそれがクシャルダオラのライトボウガンは小になっているのでレベル0で反動を抑えれるんですよねで次に貫通弾見ていくんですが貫通弾も通常は反動が大になっているので反動軽減はレベル3必要な弾になっているんですが それが今回中で設定されていますのでなんとレベル2つ分低い状態ですねレベル1で反動を抑えることができるようになっていますなので、まあ、ここがねクシャルダウラのライトボガンの大きな特徴となっていまして、まあ、これがあるから結構ねご質問でも反動軽減とか装填速度レベル何で調整するのが一番期待値がね高いんですかって質問いただく機会も多いライトボガンなのかなと思います次に実際にクシャルダウラのライトボガンにおいて装填速度と反動軽減をレベル何つぶのが一番 期待値が高いいののかっていうのを検証してきていましてててきいま検証の方法としてはこちらですね左から装填速度レベル0レベル1レベル2レベル3っていう感じで、ね、並べていまして、まあ、これでシンプルに75秒間射撃をしてどれぐらい、ね、射撃数というか出せるモーション値に差が出るのかっていうのを計測してきましたでこれに関しては正直ね今回分かりやすいように75秒の、ね、数字で出していくんですけども、まあ、1回の、ね、1周するまでの時間かけるモーション値で、ね、かけてあげても全然、ね、出すことはできません のでで、まあ、そういいいいったね検証方法でもいいかなとは思います今回はね分かりやすいように75秒間でどれぐらいね下がったのかっていうのを求めていきますでこれに関してはね正直見てても、まあ、左からね単純に装填速度が上がっていくのでそれに対して打てる球の数も増えていくっていう結果になりますのでここはね早送りしていきます。 はい。で、これが装填速度のね、弾数の違いになっていまして、一応こちらですね、今見ていただいているのが、こっちは反動軽減ですね。これもレベル0とレベル1、2、3っていう感じで、まあ、射撃数がどれぐらい上がるのかっていうのをね、計測してきています。まあ、これもね、正直見てもしょうがないというか、結果だけで、ね、分かればいいと思いますので、これはちょっともうスキップします。で、以上の方法で計測した結果がこちらになりまして、まず装填速度からですね、まずレベル0の場合で撃つことができた弾数っていうのが、 橋脚弾が25発。 貫通氷結弾が20発、残裂氷結弾を15発撃つことができました。これは75秒間での射撃数ですね。で、これをモーション値と掛け算してあげることによって、期待値がね、どれぐらい伸びるかっていうのを求めることができまして、まあ、氷結弾はモーション値が26ですね、貫通弾が101、で、残裂氷結弾に関しては86で設定されていますので、それに射撃数をかけてあげることによって、75秒で出すことができたモーション値っていうのは、3960であることが分かりました。 でそれが装填速度をレベル1つ上げることによってどうなるかっていうと、まあ、シンプルにリロードの時間が短くなりますので射撃数が増えますで増えた分っていうのが氷結弾が5発増えましてそれ以外はね差が出ませんでしたので、まあ、結果としてモーション値をかけてあげると装填速度レベル1をつけたことによって上昇した火力っていうのは3960から4090に増えましたので大体、まあ、いい130ぐらいですね分の火力がね増えたっていうふうに求めることができますでレベル2に関しては 4,090からさらに4,393に上がって。 レベル3に関しては一番上昇値が高いですね。4393から4882で10%ほどね、火力が上がるっていうことが分かりました。で、モンスターハンターナウのダメージ計算式に関しては、攻撃力と属性値とか、ま、スキルの補正値とかね、そういったのを全部入れた後に、モーション値を掛け算することによってダメージ計算をね、出すことができるようになっていますので、逆に言うと、このモーション値が10%下がるのであれば、攻撃力とか属性値の合計が、 10%上がればトントンになるんですよね。で、その下がった分を超えた時に、初めて装填速度を下げて、他の火力スキルに振った方がいいよっていう結論が出てくるんですけども、こちらですね、装填速度を1個下げることによって、ここですね、レベル3からレベル2になったことによって10、10%ね、モーション値が下がっていますので、逆に期待値が10%上がるんだったら、装填速度を1個下げて火力スキルにね、振ってあげた方が期待値が高いよねっていうことが、これでわかると思います。 ただ、現状ですね、これ組み合わせいろいろやってみたんですけども、装填速度を1個下げても、追加できるのが交流の豆腐を1つとかね、ぐらいしか追加できなくて、交流の豆腐に関しては、1個追加しても属性値にね、5%かけるだけなので、実数値では2%とかしか上がらないんですよね。なので、装填速度を下げて火力スキルに振っても、 モーション値が10%下がるのに火力は2%しか増えないという結果になりますので現状通常使いでは装填速度はレベル3がね必須と思っていただいていいかなと思います、まあ、ただ例外がありましてこの装填速度っていうのはリロードする時間をね短縮するスキルになっていますのでジャスト回避とかをね連発して貫通弾を維持するとかねそういった立ち回りをする場合に関しては装填速度を下げて火力スキルっていうのもね検討していただいていいと思うんですがやるとしてもねタイムアタックとかになってくる と思いますし、まあ、ジャスト回避がね途切れた時点でまたね差が開いてくるようになりますので普段使いに関してはねもう装填速度3でねもう固定しちゃっていいかなと思いますっていうのがまず装填速度の結果ですねで続きまして反動軽減見ていくんですが反動軽減に関してはレベル0の場合が氷結弾が25発貫通氷結弾が20発斬裂氷結弾は14発撃つことができまして同様にモーション値と掛け算してあげた場合の値っていうのが3874になっています なので、まあ、この上の装填速度と比べたときなんですけども装填速度がない場合っていうのは3960出せまして反動軽減がない場合は3874しか出せませんでしたので、まあ、それ以外も同様ですね装填速度より反動軽減の方が数字が低くなっているのがわかりますよね、まあ、このことから装填速度よりも反動軽減の方が重要ですよね反動軽減を下げることによって低下する火力の方が大きいので装填速度よりも反動軽減の方が必要っていうことはこれではります 分かっていいただけると思いますでこのクシャルダオラのライトボーガンの反動軽減っていうのはちょっとね特殊となっていましてこの反動軽減をレベル1積んだ場合と反動軽減をレベル2積んだ場合の値が全く一緒なんですよ。 これはどういうことかっていうと、残裂弾っていうのは、反動軽減をレベル1積んだ場合とレベル2を積んだ場合っていうのが差が出ない弾になっているんですよね。で、貫通弾に関しては、もともとね、反動軽減レベル1でいい弾になっていますので、結果として反動軽減をレベル1からレベル2に上げても何もね、恩恵がないライトボガンとなっています。3に上げた時に初めてね、残裂弾の反動を抑えることができますので、レベル1から2は全くね、恩恵がなくて、3に上げた時だけ一気にね、効果が増加する っっててていいう風ななライトボガンになっていましてここもなのでレベル3からレベル1に下げた場合ですねっていうのを比較していくんですけどもこの場合はなので反動軽減を2個下げて期待値が20%上がるんだったら反動軽減を1に下げて火力スキルをね持ってあげた方がいいですよねまあこれは当たり前で例えば3から2に下げるんだったらもう3から1に下げちゃった方がね数字が変わらないのでいいんですけどもまあその場合20%火力に差を出さないといけないんですよでこれも現状の組み合わせではね 存在しませんので、まあ同様にジャスト回避でね。貫通弾を維持する場合はレベル1でね。運用していただければいいんですけども。もまあ普段使いに関してはこれもね。反動軽減はレベル3。必須とね。思っていただいていいかなと思います。まあなので、ご自身で例えばタイムアタックとかをねしたいとかってなった時にジャスト回避の割合でね。求めてあげたい時は、この数字を元にね。何パーセントぐらいジャスト回避するならどっちにしようかな。とか、そういったのは判断していただければと思うんですけどもまあ一応そもそももね。装填反動の意味がよく分かってないよ。っていう方は、ね。 こちらの動画で解説をしていますので、固定コメントにねリンク貼っておきますので、まあ、こちらもね、ぜひ見ていただくと、ここのね計算の意味っていうのも分かってくると思うんですが、今回の結論として、まずおすすめの装備構成ですね、っていうのは、やっぱり前にもね、ご紹介させていただいた、頭がクシャルダオラ、胴体がパオルム、腕がベリオロス、腰がプケプケアシュ、足がリオレーサーシュっていう組み合わせが一番ね、やっぱり期待値は高くなっていきます。 で、連戦に関しては、属性強化を3つ、見切りを1つ、弱得を1つっていう構成になっていまして、スキル構成は、属性強化を5、東風1、見切り1、弱得1、反動装填3っていうね、組み合わせが期待値が4023になってきまして、これもね、結構ご質問いただく機会が多いんですけども、上から、プケプケアッシュ、イビルジョー、バソルモス、プケプケアッシュ、両レースアッシュのね、まあ、力の解放を採用した方があるんですけども、この方っていうのは、例えば、モンハンクエストさんでね、多分計算されている方が多いと思うんですけども、あれはね、力の解放 補正値がが100%でで出出るるってていいうね絶対ありえない数字が出てくるんですよまあ、要はどういうことかっていうと、力の解放っていうのは時間経過プラス与えたモーション値でね、発動時間が決まるスキルなんですけども、モンハンクエストさんの場合っていうのは、それがもうスタートからね、開幕0秒から力の解放を発動しましたよっていう計算式で計算されています。で、一応実用性評価っていうね、ボタンもあるんですけども、あれは0.55倍で計算をされていまして、これは過去にね、こちらの動画でお話を しているんですけどもクシャルダウラのライトボーガンの補正値っていうのは0.56倍でね計算をしてあげる必要があります。で古竜迎撃戦などに使う場合は0.78倍の補正を、ね、入れてあげる必要がありますので。 力の解放型の期待値っていうのが3944っていうのが正しい値なんですよね。ってなってくると、まあ結局ね、上の方が期待値が高いですし、さらに言うと、力の解放型っていうのは今後、テオテスカトルとかね、まあ、古竜が実装されて、例えば、75秒じゃなくて150秒の戦闘においても、0.78倍の補正っていうのはね、絶対に入れないといけないので、古竜迎撃戦に対しても力の解放を使わない方が期待値が高くなります。なので、結論としては、 この構成が強いですし150秒の戦闘ですね古竜迎撃戦で今後氷属性を使う場合も上の構成をね使っていただいた方が期待値がね高くなりますのでここがねまあ、誤った情報というか力の解放の方がね強く見えてしまう部分もあると思うんですがまあ実際にはねそういったことはありませんのでそれもね注意をしていただければなっていう感じですねまあなのでクシャルダオラのライトボウガンに関してはこの氷結弾とね貫通氷結弾を反動がね少なく打つことができるっていうのが魅力なんですが結局反動装填は 積積む必要がありままましてててんだ場合ははレーースのののライトボガンンと出せるモーション値っっいいうのは一緒になっていますので、まあ、今回の弓ですね、みたいな感じで革命的にね、火力が1.5倍になるとか、そういったことはね、起こらないライトボガンになっていますし、氷に関しては、ベリオロスのライトボガンがね、めちゃくちゃ優秀というか、期待値が高いライトボガンなんですよね。なので、クシャルダオラのライトボガンをグレード10の5にして、ベリオロスのライトボガンも10の5を持っているのであれば、正直ね、そこまで大きな火力更新 っていいいうのはないかなかと思います、まあ、もちろんねメリットとしてはカリウの結束がありますので今後ねテオテスカトルとかが実装された時はカリウの結束がないとね他の人の火力を下げてしまいますのでクシャルダオラのライトである必要とかはあると思うんですけども普段使いに関しては正直ねそんなに差はないですでテオテスカトルのことを考えた場合に関しては過去にこちらの動画でもお話をしているんですが正直ね弓の方がめちゃくちゃね優秀なんですよねなので、まあ、遠距離武器で例えばテオテスカトルがね 幽煙まといをしてきても有利に立ち回ることができるっていうメリットはあるんですがベリオロスのライトボーガンを作ってしまっている方はちょっと他武器をね検討するとかまあ、そういう感じでね考えていただいてもいいのかなとは思いますもちろんねライトボーガン1本でいくっていう場合はアクシャルダウロのね、ライトボーガンはテオテスカトルとかで使う可能性はあるので作っといた方がいいかなっていうのが僕の評価ですねご視聴ありがとうございましたこれからも毛ンなうの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいですバイバイ